6レースの勝利者インタビューです。勝ちましたのは6号艇峰竜太選手です。お疲れ様でした。さあ見事勝利を収めました峰選手へボートピア横浜さんからボートピア横浜オリジナル浜棒クリアファイルプレゼントいたします。ぜひお持ち帰りください。あじゃあお刺身にしていただきたいと思います。ね、はい、あの美味しいらしいですよ。浜棒じゃなくてマンボウがね。はい、ぜひお召し上がりください、はい、さあここ4コース取りまして4コースからの進入コンマ1号あたりのトップスタートではありましたね。ちょっとほてましたね。うん、はい、でもまあそんな中で、ね、1マークほった中でのスリット後というのは縦との比較はいかがだったんでしょうか。雰囲気いいですね自分のは、はい、そこ辺を直してこれましたね。だ昨日からだいぶ立て直しができたかなと、はいはい、全然向いてないですね。もう2の頭をタイトに行きたかったんですけど、うん、はい、うわ向いてねえなって感じがしました。ではまだまだちょっとこのあたり課題が残るかな。まあ自分がそういう乗り方をすれば、うん、あの今のは叩けたと思います。はい、うんうん、このね、昨日のお話ではちょっとこのモーターデリケートちゃんだというお話ですけど、そうですね、やはり変わらず本当にそう、まあ、こういう風に回ればしっかりいけるんで、うん、はいはい、そうペラが強いわけでもないのに回ってない感じはするんで、うん、はい、なんかその辺はデリケートなんでね、バレないように回していきたいなと思います。まあ、あとは峰選手のテクニックで、そうですね、いく感じですかね。はいはい、さあ後半レースは12レース4号艇ということで、この髪のメッシュの色と同じ、あ、そうですね、このために染めてきたんで、ね、染めてきたんですね、はい、4角の峰はちょっと緑っぽくなってきたんで、いや十分近くで見る、ま、ちゃんと綺麗なブルーでございますよ。あ、もうあのエンジン云々は言わずに、自分の持ってるテクニックで、全勝したいと思いますんで、たくさん応援してください。アロハ待ってます。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。